たんで、この辺りでもうあそこが行き止まりなんですけども、あそこに滝があって、もう船はこれ以上行けません。なのでこの辺りから少し下って、それを右岸と左岸側をね両方やって、それで多分今日の釣りはおしまいです。釣れなければもう諦めます。ということで、この両側を今から順番にやってきます。それからあと他にも魚がいるんで、初めはまず大きなのを狙いつつ、鉄砲がいたらそれを狙っていきたいなと思います。なんとか釣れればいいんですけどね、頑張ります。もう、 うわあ、
みみみみみ。はい、ちっちゃいですけど、ジャックです。ちっちゃいね。もっと大きなのが釣りたい。ああもったいない、逃がしちゃった。いやー、今バラクーダが食ってきました。50センチぐらいだったんですけど、完全にコーンってつついて追ってきた。その後も追ってきたんですけど、食い切らんかったですね。お、来た。あー、行っちゃった。バラクーダもたまにここにいますね。いい時は70センチ、80センチぐらいのが食ってきます。でも大体3、40センチのが多いですけど。